赤い靴。ハンス・クリスティアン・アンデルセン。楠山正雄役。あるところに小さい女の子がいました。その子はとてもきれいな可愛らしい子でしたけれども、貧乏だったので夏のうちは裸足で歩かなければならず、冬は厚ぼったい木の靴を履きました。ですからその女の子の可愛らしい足の甲はすっかり赤くなって、いかにもいじらしく見えました。村の中ほどに年寄りの靴屋のおかみさんが住んでいました。そのおかみさんはせっせと赤い裸足の古切れを縫って、小さな靴を一足こしらえてくれていました。この靴はずいぶん格好の悪いものでしたが、心のこもった品で、その女の子にやることになっていました。その女の子の名はカレンと言いました。カレンはおっかさんのお葬式の日にその靴をもらって、初めてそれを履いてみました。赤い靴は確かにお弔いにはふさわしくないものでしたが、他に靴と言ってなかったので、素足の上にそれを履いて粗末な棺桶の後ろからついていきました。その時年取った恰幅のいいお年寄りの奥様を乗せた古風な大馬車がそこを通りかかりました。この奥様は娘の様子を見るとかわいそうになって、よく面倒を見てやりとうございます、どうかこの子をくださいませんかと坊さんにこう言ってみました。こんなことになったのも赤い靴のおかげだとカレンは思いました。ところがその奥様は、これはひどい靴だと言って焼き捨てさせてしまいました。その代わりカレンは小ざっぱりと見苦しくない着物を着せられて、本を読んだり物を縫ったりすることを教えられました。人々はカレンのことを可愛らしい女の子だと言いました。カレンの鏡は、あなたは可愛らしいどころではありません、本当にお美しくっていらっしゃいますと言いました。ある時女王様が王女様を連れてこの国をご旅行になりました。人々はお城の方へ群れを作って集まりました。その中にカレンも混じっていました。王女様は美しい白い着物を着て窓のところに現れて、みんなにご自分の姿が見えるようになさいました。王女様はまだ若いので、も裾も引かず金の冠もかぶっていませんでしたが、目の覚めるような赤いモロッコ革の靴を履いていました。その靴は確かに靴屋のおかみさんがカレンにこしらえてくれたものよりはるかにきれいなきれいなものでした。世界中探したってこの赤い靴に比べられるものがありましょうか。さてカレンは検診令を受ける年頃になりました。新しい着物ができたので、ついでに新しい靴までこしらえてもらって履くことになりました。町のお金持ちの靴屋が自分の家の仕事部屋でカレンの可愛らしい足の寸法を取りました。そこには美しい靴だのピカピカ光る長靴だのが入った
大きなガラス張りの箱が並んでいました。その部屋は大変きれいでしたが、あのお年寄りの奥様はよく目が見えなかったので、それを一向いいとも思いませんでした。いろいろと靴が並んでいる中に、あの王女様が履いていたのとそっくりの赤い靴がありました。なんという美しい靴でしたろう。靴屋さんは、これはある伯爵のお子さんのためにこしらえたのですが、足に合わなかったのですと言いました。これはきっとエナメル川だね。まあよく光ってること、とお年寄りは言いました。ええ、本当によく光っておりますこと、とカレンは答えました。その靴はカレンの足にあったので買うことになりました。けれどもお年寄りはその靴が赤かったとは知りませんでした。というのは、もし赤いということが分かったなら、カレンがその靴を履いて検診令を受けに行くことを許さなかったはずでした。でもカレンはその赤い靴を履いて検診令を受けに行きました。誰も彼もがカレンの足元に目をつけました。そしてカレンがお寺の敷居をまたいで消火所の入り口へ進んでいった時、墓石の上の古い像が硬そうなカラーをつけて、長い黒い着物を着た昔の坊さんや坊さんの奥さんたちの像までもじっと目を据えて、カレンの赤い靴を見つめているような気がしました。それからカレンは坊さんがカレンの頭の上に手を乗せて神聖な洗礼のことや神様と一つになること、これからは一人前のキリスト信者として身を保たなければならないことなどを話して聞かせても、自分の靴のことばかり考えていました。やがてオルガンが厳かになって、子供たちは若い美しい声で賛美歌を歌いました。消化組を指図する年取った人も一緒に歌いました。けれどもカレンはやはり自分の赤い靴のことばかり考えていました。お昼過ぎになって、お年寄りの奥様はカレンの履いていた靴が赤かった話を方々で聞きました。そこで、そんなことをするのは嫌なことで、礼儀に背いたことだ、これからお寺へ行くときは古くとも必ず黒い靴を履いていかなくてはならない、と申し渡しました。その次の日曜は検診令のあと、初めて生産式のある日でした。カレンは初め黒い靴を見て、それから赤い靴を見ました。さて、もう一度赤い靴を見直した上、とうとうそれを履いてしまいました。その日はうららかに晴れていました。カレンとお年寄りの奥様とは麦畑の中の小道を通っていきました。そこはかなり埃っぽい道でした。お寺の戸口のところに珍しい長いひげを生やした年寄りの兵隊が松葉杖にすがって立っていました。そのひげは白いというより赤い方で、この老兵はほとんど頭が地面につかないばかりにお辞儀をして、お年寄りの奥様に、どうぞ靴のほこりを払わせてください、
と頼みました。そして彼もやはり同じに自分の小さい足を差し出しました。はて、ずいぶんきれいなダンス靴ですわい。踊るときぴったりと足についていますように、と老兵は言って彼の靴の底を手でピタピタと叩きました。奥様は老兵にお金を恵んでカレンを連れてお寺の中へ入ってしまいました。お寺の中では誰も彼も一斉にカレンの赤い靴に目をつけました。そこに並んだ残らずの像もみんなその赤い靴を見ました。カレンは聖壇の前にひざまずいて金の杯を唇に持っていくときも、ただもう自分の赤い靴のことばかり考えていました。赤い靴が杯の上に浮かんでいるような気がしました。それで賛美歌を歌うことも忘れていれば、主のお祈りを唱えることも忘れていました。やがて人々はお寺から出てきました。そしてお年寄りの奥様は自分の馬車に乗りました。彼も続いて足を持ち上げました。すると老兵はまた、はて、ずいぶんきれいなダンス靴ですわい、と言いました。すると不思議なことに、いくらそうしまいとしてもカレンは二足三足踊りの足を踏み出さずにはいられませんでした。すると続いて足が一人でどんどん踊り続けていきました。カレンはまるで靴のしたいままになっているようでした。カレンはお寺の角のところをぐるぐる踊り回りました。いくら踏ん張ってみてもそうしないわけにはいかなかったのです。そこで御者が追っかけていってカレンを捕まえなければなりませんでした。そしてカレンを抱きかかえて馬車の中へ入れましたが、足は相変わらず踊り続けていたので、カレンは優しい奥様の足を嫌というほど蹴りつけました。やっとのことでみんなはカレンの靴を脱がせました。それでカレンの足はようやくおとなしくなりました。家へ帰るとその靴は戸棚にしまい込まれてしまいました。けれどもカレンはその靴が見たくてたまりませんでした。さてそのうちお年寄りの奥様は大層重い病気にかかって、みんなの話によるともう二度と起き上がれまいということでした。誰かがそのそばについて看病して世話をしてあげなければなりませんでした。このことは誰よりもまずカレンがしなければならない務めでした。けれどもその日はその町で大舞踏会が開かれることになっていて、カレンはそれに呼ばれていました。カレンはもう助からないらしい奥様を見ました。そして赤い靴を眺めました。眺めたところで別段悪いことはあるまいと考えました。すると今度は赤い靴を履きました。それもまあ悪いこともないわけでした。ところがそれを履くとカレンは武道会に行きました。
そして踊り出したのです。ところでカレンが右の方へ行こうとすると、靴は左の方へ踊り出しました。階段を上って玄関へ上がろうとすると、靴はあべこべに階段を降りて下の方へ踊り出し、それから往来に来て町の門から外へ出てしまいました。その間カレンは踊り続けずにはいられませんでした。そして踊りながら暗い森の中へずんずん入っていきました。すると上の木立の間に何か光ったものが見えたので、カレンはそれをお月様ではないかと思いました。けれどもそれは赤いひげを生やした例の老兵で、うなずきながら、はて、ずいぶんきれいなダンス靴ですわい、と言いました。そこでカレンはびっくりして赤い靴を脱ぎ捨てようと思いました。けれども靴はしっかりと彼の足にくっついていました。カレンは靴下を引きちぎりました。しかしそれでも靴はぴったりと足にくっついていました。そしてカレンは踊りました。畑の上だろうが原っぱの中だろうが、雨が降ろうが日が照ろうが、夜と言わず昼と言わず、嫌でも王でも踊って踊って踊り続けなければなりませんでした。けれども夜などは随分怖い思いをしました。カレンはがらんとした墓地の中へ踊りながら入っていきました。そこでは死んだ人は踊りませんでした。何かもっと面白いことを死んだ人たちは知っていたのです。カレンはニガヨモギが生えている貧乏人のお墓に腰をかけようとしました。けれどもカレンは落ち着くこともできなければ休むこともできませんでした。そしてカレンは戸の開いているお寺の入り口の方へと踊りながら行ったとき、一人の天使がそこに立っているのを見ました。その天使は白い長い着物を着て、肩から足までも届く翼を生やしていて、顔つきは真面目にいかめしく、手には幅の広いピカピカ光る剣を持っていました。いつまでもお前は踊らなくてはならぬ、と天使は言いました。赤い靴を履いて踊っておれ。お前が青白くなって冷たくなるまで、お前の体がしなびきって骸骨になってしまうまで踊っておれ。お前は高慢な威張った子供らが住んでいる家を一軒一軒と踊り回らねばならん。それは子供らがお前のいることを知って気味悪がるように、お前はその家の戸を叩かなくてはならないのだ。それお前は踊らなくてはならんぞ。踊るのだぞ。堪忍してください、とカレンは叫びました。けれどもその間に靴がどんどん門のところから往来や小道を通って畑の方へ動き出していってしまったものですから、カレンは天使が何と返事をしたか聞くことができませんでした。そしてあくまで踊って踊っていなければなりませんでした。ある朝、カレンはよく見覚えている
一軒の家の角口を踊りながら通り過ぎました。するとうちの中で賛美歌を歌うのが聞こえて、花で飾られた棺が中から運び出されました。それでカレンは自分を可愛がってくれたお年寄りの奥様が亡くなったことを知りました。そして自分がみんなから捨てられて、神様の天使からは呪いを受けていることをしみじみ思いました。カレンはそれでもやはり踊りました。いやおうなしに踊りました。真っ暗な闇の夜も踊っていなければなりませんでした。靴はカレンを茨も切り株の上も構わず引っ張り回しましたので、カレンは体や手足を引っかかれて血を出してしまいました。カレンはとうとうあれのを横切って、そこにポツンと一つ立っている小さな家の方へ踊っていきました。その家には首切り役人が住んでいることをカレンは知っていました。そこでカレンは窓のガラス板を指で叩いて、出てきてください、出てきてください、踊っていなければならないので私は中へ入ることができないのですと言いました。すると首切り役人は言いました。お前は多分私が何であるか知らないのだろう。私は斧で悪い人間の首を切り落とす役人だ。そら、私の斧はあんなになっているではないか。私、首を切ってしまっては嫌ですよ。とカレンは言いました。そうすると、私は罪を悔い改めることができなくなりますからね。けれどもこの赤い靴と一緒に、私の足を切ってしまってくださいな。そこでカレンはすっかり罪を懺悔しました。すると首切り役人は赤い靴を履いたカレンの足を切ってしまいました。でも靴は小さな足と一緒に畑を越えて奥深い森の中へ踊っていってしまいました。それから首切り役人は松葉杖と一緒に一対の木の継ぎ足を彼のためにこしらえてやって、罪人がいつも歌う賛美歌を彼に教えました。そこで彼は斧を使った役人の手に接吻をすると、あれのを横切ってそこを出て行きました。さあ、私は十分赤い靴のおかげで苦しみを受けてしまったわ。これから皆さんに見てもらうようにお寺へ行ってみましょう。こうカレンは心に思ってお寺の入り口の方へ急ぎましたが、そこに行き着いた時、赤い靴が目の前で踊っていました。カレンはびっくりして引っ返してしまいました。丸一週間というもの、カレンは悲しくて悲しくていじらしい涙を流して何度も何度も泣き続けました。けれども日曜日になった時、今度こそ私は随分苦しみもしたし戦いもしてきました。もう私もお寺に座って頭を高く上げて少しも恥じるところのない人たちと同じぐらい正しい人になったと思うわ。
こう思い思い、カレンは勇気を出して行ってみました。けれども墓地の門にもまだ入らないうちに、カレンは自分の目の前を踊っていく赤い靴を見たので、つくづく怖くなって、心の底からしみじみ悔いを感じました。そこでカレンは坊さんのうちに行って、どうぞ女中に使ってくださいと頼みました。そして怠けずに一生懸命働けるだけ働きますと言いました。お給金などはいただこうと思いません。ただ心の正しい人々と一つ屋根の下で暮らさせていただきたいのです。こういうので坊さんの奥様はカレンをかわいそうに思って使うことにしました。そしてカレンは大層よく働いて感慨深くもなりました。夕方になって坊さんが高い声で聖書を読みますと、カレンは静かに座ってじっと耳を傾けていました。子供たちはみんなとてもカレンが好きでした。けれども子供たちが着物や身の回りのことや王様のように美しくなりたいなどと言い合っているとき、カレンはただ首を横に振っていました。次の日曜日に人々は打ち連れてお寺に行きました。そしてカレンも一緒に行かないかと誘われました。けれどもカレンは目にいっぱい涙をためて、悲しそうに松葉杖をじっと見つめていました。そこで人々は神様のお声を聞くために出かけましたが、カレンは一人悲しく自分の狭い部屋に入っていきました。その部屋はカレンのベッドと一脚の椅子とがやっと入るだけの広さしかありませんでした。そこにカレンは賛美歌の本を持って椅子に座りました。そして心身深い心持ちでそれを読んでいますと、風につれてお寺で弾くオルガンの音が聞こえてきました。カレンは涙で濡れた顔を上げて、ああ神様、私をお救いくださいましと言いました。その時お日様はいかにもうららかに輝き渡りました。そしてカレンがあの晩お寺の戸口のところで見た天使と同じ天使が白い着物を着てカレンの目の前に立ちました。けれども今度は鋭い剣の代わりにバラの花のいっぱい咲いた見事な緑の枝を持っていました。天使がそれで天井に触りますと、天井は高く高く上へ登っていって、触られたところはどこも残らず金の星がキラキラ輝き出しました。天使は次にぐるりの壁に触りました。すると壁はだんだん大きく大きく横に広がっていきました。そしてカレンの目に鳴っているオルガンが見えました。昔の坊さんたちやその奥様たちの古い像も見えました。信者の人たちは飾り立てた椅子について賛美歌の本を見て歌っていました。お寺ごとそっくりこの狭い部屋の中にいるかわいそうな女の子のところへ動いてきたのでございます。それともカレンの部屋がそのままお寺へ持って行かれたのでしょうか。
カレンは坊さんのうちの人たちと一緒の席についていました。そしてちょうど賛美歌を歌い終わって顔を上げた時、この人たちはうなずいて、カレン、よくまあここへ来ましたねと言いました。これも神様のお恵みでございますとカレンは言いました。そこでオルガンは鳴り渡り、子供たちの合唱の声は優しく可愛らしく響きました。うららかなお日様の光が窓から暖かく流れ込んで、カレンの座っているお寺の椅子を照らしました。けれどもカレンの心はあんまりお日様の光であふれて、平らぎと喜びであふれて、そのため張り裂けてしまいました。カレンの魂はお日様の光に乗って神様のところへ飛んでいきました。そしてもうそこでは誰もあの赤い靴のことを尋ねるものはありませんでした。